Fuji, Innovative Spirit. こんにちは。株式会社富士第4営業田口です。動画をご覧いただきありがとうございます。この動画ではラジアル部品、アクシャル部品、ジャンパー線を1台で打つことができるオートインサーター S ファブアルファのご紹介をいたします。従来のインサーターではラジアル、アクシャル、ジャンパー線それぞれに専用の機械が必要ですが、皆様もご存知の通り表面実装化が進み挿入部品は減少の傾向にあります。インサーターをお持ちのお客様が購入の検討を更新されている際にスペースや価格の面からお困りだというお話をよく伺います。今日ご紹介する S ファブアルファはそういった問題を解決する製品となります。早速機械をご覧ください。幅2600mm、奥行き1734mm、高さ1710mm です。これは従来のインサーター3台と比べて約半分のスペースです。また当然コストの方も抑えることが可能です。続いて機械内部をご覧ください。こちら中央に見えますのがヘッドになります。左側がラジアル部品専用のヘッド、右側がジャンパー線とアクシャル専用のヘッドになっております。それぞれ下部には対応したカット&クリンチユニットがございます。このように1台の中に2種類のヘッドを搭載することで3種類の部品を同時に打つことが可能としております。また先々部品高さは 25.4mm に対応しております。部品の供給はジャンパー線は機械上部から、ラジアル部品とアクシャル部品はこちら機械の後ろから供給しております。さて3つの工程を集約することで稼働率を上げることができるのですが、高い稼働率を維持するためには段取り替えの時間の短縮が必要です。 S ファブアルファではパレット一括交換方式を採用しております。ですので機械で生産中に機械の外で次の生産のフィーダーを準備することが可能です。こちらが一括交換台車になります。実際にどのように交換するかを実演したいと思います。こちらロックを外しまして、機械に差し込みます。こちらハンドル、固定しているハンドルを下げることで交換します。こちらフィーダーのスロットは、ございますが、ラジアル、アクシャル、どれだけ混載するかはお客様の生産に合わせて、使っていただくことが可能です。このようにセットした後はパレットを抜きます。最後に扉を閉めます。これでパレット交換は完了です。この間にはだいたい5分で行うことが可能です。それでは次に実際に基板を打ってみたいと思います。今日はこちらの基板を打っていきます。
打っているところをご覧ください。ジャンパー線、アクシャル部品、ラジアル部品、こちらが挿入した部品になります。ジャンパー線、アクシャル、ラジアル部品です。アクシャル部品とラジアル部品は自由な角度から挿入できることがご確認いただけると思います。また裏側はカット&クリンチでしっかりと固定されています。いかがでしたでしょうか。今日ご紹介したエスパブアルファはラジアル部品、アクシャル部品、ジャンパー線を1台で打つことが可能な機械です。生産スペースの縮小、装置間のタクトバランスの調整、仕掛かりの削減にぜひお役立てください。またベリファイやトレサビリティの機能も搭載しておりますので、信頼性が大事な分野の生産にも安心してご採用いただけます。弊社ではエスパブアルファの他にも挿入機を取り扱っております。エスパブアルファの詳細やその他の機械についてお問い合わせは弊社営業やホームページにお問い合わせください。ご視聴ありがとうございました。